今、新型コロナウイルスでですね、この社会が次どうなるか。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきたいと思います。本日もですね、松下幸之助さんの名言でですね、えー、次々と困難に直面し、 右すべきか、左すべきかの不安な岐路に立ちつつも、あらゆる力を傾け、命を懸けて、それを切り抜けていく。そこにこそ、人間として一番充実した張りのある生活があるとも言えよう。今、新型コロナウイルスでですね、この社会が次どうなるか、えー、右に行くのか、左に行くのか、うん、アメリカでは暴動なんかが起きい、えー 中国と言いましょうか、香港では、今もね、一国二制度が崩壊しつつある状態ですよね。たった30年前の出来事ですよね、香港返還なんかは。そこからもう一気にこんな形になっちゃって、困難な状態になってますよね。次が台湾、えー、その次が日本と言われているような状態ですので、私たちもどうなるかわからない世の中じゃないですか。でも、私たち力を 傾けけてて命をかけてそれを切り抜けていく晃、えー、之助さんなんかも松下電器の経営で多分行き詰まったりあれくらい大きな会社なんで潰れることはないだろうとか思われたかと思いますけれどもやはりこの名言を見る限り大変な経営状態だと時代もありますし私の経済人のサイトでですねまだ取り上げてはないんですけれども コ之助スケさんがやっぱり苦労された時代もあるということを本で読んだこともあります。本当にですね、命を傾けて、こうしたいんだ、ああしたいんだという思いでやっていくことが大事だと思っています。明日ね、どうなるか。明日本当に日本がどうなるかとか、世界がどうなるかなんかわからないじゃないですか。新型コロナウイルスだって、初め、 ふーんって見てたら、あれよあれよという間に世界で広まって、いろんな国で死者が出てきたり、感染者が出てきたり、今まだ東京でも結構感染者がね、あったりとかいう状態ですので、右も左もわからない状態。だからこそ、命を懸けて、それを切り抜けていこうという努力をしないといけないかと思います。私もまだまだ命を懸けてと、 言うまでまで行きませんけれども、全力でこの動画を撮っていって、一人でもたくさんの皆さんに勇気と元気をお伝えしていきたいと思います。もちろん、経済人のお勉強もして、松下幸之助さん、まもうまさにですね、どういった方だったのかということも伝えていければいいと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。 ご視聴誠にありがとうございます。概要欄の方にですね、本日の名言と朝7時に届くメルマガの登録がありますので、メルマガの方は登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。